私矢野みなみ、はい、どうしたどうしたどうした、何何何、金箱卒業します。えマジで、はい、え卒業、卒業します。えどういうことどういうことどういうこと、えこの番組辞めるってこと。はい、辞めます。2020年、うん、今回のこの回をもちまして、えこれが最終回、最後のロケでした。マジで、はい、言ってよ言ってよ あ、ごめん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 、ね、こんな響くマジかって音して言ってーみたいな、今もう音出さなくていいぐらいだったもんね。ごめんごめんごめん、え本当に本当にえ、なんの、え矢野さん、え、ちょっと待って矢野さん、ええ、ちょっと待って、整理していいですか、はい、整理していいですか、はい、今日僕呼んでいただいたじゃないですか、はい、呼んでいただいて、いろいろまたお宝探しやらせていただきました。金箔、僕大好きな番組で、矢野さんのことも大好きで、この番組呼んでいただいて、で、最後に何、これをもって卒業されるってこと。はい、今回はまあ最後に金箔の私になってから最多ゲスト10回遠藤さんにご出演いただいたということで、はいはいはい、自分の中でもすごい遠藤さんとの思い出が金箔といえば詰まっていて、最後に遠藤さんに見送っていただきたいなと思ってお呼びしました。いやもうそれはもう本当に逆に指名していただいて、はい、本当にねありがとうやし、はい、まあ本当矢野さんとは本当になんかね、こう言ったらもう何度も何度も共演させていただいて、まあその僕からしてもちょっと正直今びっくりしてんねんけど、辞めるって聞いてびっくりしてんねんけど、もう僕からしてもそのいわゆるレギュラーで一緒にやらせてもらってる諸先輩方とか後輩の皆さんとかいろんな人たちを抜かしてゲストで呼んでもらうってなったら、多分俺も一番呼んでいただいて一番お仕事を一緒にさせてもらった人ではあるので、なんかそれでね、なんか俺を最後に選んでいただいたっていうのは本当に嬉しいなっていう気持ちもありますし、そうか、今回あの遠藤さんに、うん、あの感謝の気持ちを伝えたくて、うん、お手紙を書いてきましたので、マジですか、はい、読んでもいいですか本当に書いてきてるんじゃない、はい、遠藤さんへっていうねお手紙を書いてきましたので、マジ遠藤さん、突然のご報告で驚かせてしまい大変申し訳ございません。金箔を担当して3年になりますが、私の金箔人生にはいつも遠藤さんがいてくださったような気がします。ゴールデンタイムの番組を担当することになったとき、不安や恐怖で押しつぶされそうになりました。そんな時優しくロケをリードしてくださり、矢野さんには矢野さんのやり方でとロケ中もロケバスでもお酒の席でもたくさん笑わせてくださり支えてくださってありがとうございました。遠藤さんは気遣いの方で金箔スタッフみんなの顔と名前を覚えてくださり、誰に対しても気さくに接するところが本当にすごいなといつも思っていました。テレビの世界で活躍し続ける方は皆さん素敵な方々ですが、中でも遠藤さんは人間として尊敬します。視聴者や共演者スタッフに愛を持って接することの大切さを教えていただきありがとうございました。これからも金箔、そして岡山香川は遠藤さんの第二のふるさとです。末永くよろしくお願いいたします。3年間本当にお世話になりました、うん、矢野みなみ、いやこちらこそありがとうございました、本当にありがとうございました、ありがとうございました本当そうかマジなんすね、はい、ありがとう、あ、ありがとう、ありがとうね、ありがとうございます。そうか、まあ矢野さんともまあそうですよね、本当に長い付き合いで、
個人的にね、うん、LINE をね交換して、うんはい、なんかいつも矢野さん、いや俺こそ矢野さんにはもう感謝しかなくて、うん、本当に言ったら何でしょう、今日とかもね、うん、ロケの前の日だ昨日前日とかも必ずくれるじゃないですか、連絡をくれて明日よろしくお願いします楽しみに待ってますとかね、で終わっても必ず例えばじゃあ飛行機がちょっと遅延して遅れたみたいなことになったりとかしたら必ず飛行機遅れて大丈夫でしたかとかって、こう優しいなこの子と思いながら、僕も本当になんかね矢野さん、まあ、この番組が大好きだしこの番組が大好きイコール矢野さんが大好きだから、本当になんかそのさっき手紙にも書いてくれてましたけども、その香川岡山が第二のふるさとでっていうのは本当に僕の中でも本当に思ってたりするんでね、もう毎回俺が来て本当に思ってるのは、本当にスタッフのね制作の皆さん技術の皆さんもう本当全ての皆さんが本当に矢野さんのことが大好きなんだなっていうね、ちょっとね俺とかまあ、ゲストに来させてもらってて、はい、ちょっとねこうなんかこう焼いちゃう時があるぐらい、うん、もう本当みんなもうなんか矢野さんのことが大好きなんだなっていうね、まあ、それはもう皆さんの愛情ももちろんしっかり感じてたろうし、矢野さんが全部それ返してたっていう、なんか本当になんか数ある番組も世の中いっぱいいろんな番組あるけど、本当にこの番組はあなんかいいなっていうかね、なんか俺もその一員でたまに呼んでいただくことで、本当になんか金箔が入ってたらなんかこう本当にこうなんか前の日とかからもうワクワクしてたから、本当になんか素敵な番組だったんで、まあ、でもさっきも言いましたけど矢野さんが決めたことですから、まあ、僕をはじめ、まあ、本当にここにおられる皆さんもそうだし、ましては視聴者の皆さんが全員も矢野さんの味方ですから、しっかりと応援今後もねしていきたいと思いますので、はいはい、せっかくなんで視聴者の皆さんにこの場を借りて、はい、ありがとうございます。3年間のねお礼を伝えていただきたいと思います、はい、お願いします。視聴者の皆様、岡山香川に来るまではこんなに幸せな番組を担当させていただけるなんて夢にも思っていませんでした。なぜ幸せだったかというと、それは視聴者の皆さんが街で出会った時に金箔見てるよとか、いつもよく食べるねって握手を求めてきてくださったりとか、お父さんお母さんお兄ちゃんお姉ちゃんみたいに本当に近い存在として私を受け止めてくださったことがとても嬉しくて、こんなにテレビの前の皆さんによくしてもらえると思っていなかったので、この3年間本当に幸せな時間を過ごさせていただきました。プラス金箔というロケでたくさんの岡山香川のエリアにお邪魔させていただき、岡山香川の島にも行きました。そこで出会った皆さんはいつも笑顔で私たちを迎え入れてくださり、心からの歓迎といつもテレビ楽しく見てるよという優しいお言葉をかけてくださり、それが本当に嬉しくて番組やっててよかったなと心から思いました。そして金箔には遠藤さんをはじめ素敵なタレントさんがいつも楽しみにやってきてくれます。金箔に来るとほのぼのとロケできて楽しいと言ってくださり、こんなに楽しいロケは他にはないよって
言ってくださったりとか、本当に素敵な方々ばかりで、タレントさん皆さんにここまで押し上げていただき、楽しく毎日ロケをすることができました。そして皆さんにもテレビの画面から伝わっていると思いますが、金箔はスタッフが何よりも温かいです。ディレクターも技術チームもみんな番組のことが大好きで、出演者のことを大切にしてくれる心優しい方々ばかりで、そんな皆さんに支えられて3年間テレビを通じて笑顔で笑って情報を届けることができたかなと思います。本当に寂しい思いでいっぱいですが、私が岡山香川に来て本当に良かったことは人との出会いでした。視聴者の皆さん、そしてタレントの皆さん、お店に伺って優しくしてくださった皆さん、そして制作技術チームの皆さん、本当に皆さんがいなければここまで楽しくロケはできなかったと思います。全部皆さんが作ってくれたものです。3年間という短い間ではございましたが、本当に人生の中で一番、今まで生きてきた中短いですけど、幸せだったなと、こんなに幸せな仕事ができて本当に生まれてきてよかったなとまで思います。そう思わせてくれた皆さん、ありがとうございました。うん、ね、はい、いや本当にそっか、3年やもんね。はい、うん、本当に長いようで短いようでね、いろいろまあ考えることあると思いますけども、はい、いや本当にあのこういう時に言うのもちょっとまああれなんですけども、はい、次誰なんやろ。ごめん、いやだって、いや、なんでこんな感情に至ってる時に次の話するんですか。いやだってごめん、あ、だって金箔が続くから。いやいや、続くとも何も言ってないですもん、まだ。あ、いや金箔は多分次3代目で、矢野さんの次の後任の方と俺とかも他のタレントさんもみんなすごい楽しくやっていきたいのね。いや、なんか私と、私がいるから金箔楽しかったって言いませんでした、さっき。あ、矢野さんと、もちろんもちろん矢野さんのことも大好きだし、矢野さんも一緒にやっててすっごい楽しかったんだけど、はい、でもほら矢野さんも辞められるんだから、はい、次はで、我々も次の後任の人と楽しくやっていきたいから。切り替えが早いのさ、もうさ、気持ちが追いつかないの私。冗談じゃない、冗談ですよ。いや当分はもうちょっとね、矢野南ロスになると思いますよ。本当ですか。あ、いや大丈夫かもしれない。いやそんなことない。すごい楽しそうにロケしてると。いや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 、はい、もうその、はい、矢野さんロスになるね、南ロスになると思うけど、うん、でもほら次もね、もしあるとすれば、はい、やっぱりこう言ったら金箔ってほら OHK の皆さんが本当に大事にされている、はい、本当にもう素晴らしい番組じゃないですか、うん、これはまあ終わらすわけにもないんで、はい、次の後任の方がね、ちょっとやっぱ正直気になるよね、まあ、金箔の今後のことと後任のことは気になりますよね、まあまあ、正直気になるね、うん、はい、うん、もうむしろもうそっちのことしかもう考えてない。最多出場の金子くんも多分そう思ってると思う。ごめん、これはもう金子、めっちゃ笑ってるよ、金子もそうだし、
金子もそうだしみんな思ってると思う。間違いない、うんうん、気になりますか。気になりますね、まあ、気にならないって言ったら嘘になりますね、はい、まあ、次どういう方が来てまた矢野さんみたいに振る舞っていけんのかなみたいなことも含めてね。なるほどね。そう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 、わかりました、はい、気になる金箔の今後については、うん、はい、この後お知らせします。おありがとうございました。オッケーです。いや、矢野さん、ナイスナイス。ありがとうございました。お疲れ様でした、本当に。辞めると決めたものの、寂しくて、寂しくて。まあ、そうか、3年やもんな。3年はな、結構長いね。毎週やってたんでしょ、だって。毎週やってました。毎週やってたからな。俺とか、まあ、たまに呼んでいただいてやから、はい、あれやけど、毎週やってるのが、3年やってたのがなくなるっていうかね、自分が、うん、ね、でも自分で決めたことなんで。でもよかったよ、でもなんかその誤解にされてるわけじゃない。違う、違うの、本当にさっきからこの人じゃあまだ何にもそういう予定もないですし。そうなんだ、はい、俺誤解にされてるからかなって。違うの。あ、ごめんごめん。産む予定もなければそういう話もないですよ。あ、じゃあこれ何なのこの膨らみは。肉だよ。いや本当にお疲れ様でございました。ありがとうございました。本当に本当にお疲れ様、うん、ありがとうございました。本当にお疲れ様でした。最後までね、まあ、まあいろいろ考えた末出した答えですからね、はい、後悔もすると思いますが、うん、でも大丈夫です、ね、改めまして、はい、ね、お疲れ様でございました。ありがとうございました。お疲れ様でした。皆さんありがとうございました。いや本当にそっか、だから心にしみるこのお店にしたんだ。はい、ね、そうです。違うんだ、違うんだ。単にすごい好きなんです、マスターのことが。それで決めました。そうそう、ね、はい、ね、でも実際ちょっと方どうでした、3年前思い出してくださいよ。3年前にこの金箔という番組をやるってなった時は どういう思いでした。知るかと思う。やっぱプレッシャーあった。もうしんどくてしんどくて、うん、毎日家で泣いて。え、もうそれ辛い時期もあったんだ。辛かったです、やっぱり神谷さんが、うん、ね、金箔の立ち上げのアナウンサーだったので、やっぱ神谷さんが気づいてきたものを、うん、自分が壊すって言ったらおこがましいですけど、スタッフみんなでやってる番組なので、うん、でも自分が担当になった途端に、うん、もし数字が悪くなったりとか。そうだね、プレッシャーあるよね、人気番組だからね、はい、うん、そんなことばっか考えてマイナス思考になって、うん、どん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 なんかかなり閉じこまった時期もあったんですけど、うん、そんな時にもスタッフみんなが救ってくれて、ね、本当にこの人たち、皆さんが、ごめんなさい、ちょっと変な言い方、皆さんがいなかったら自分はここにいないと思ってます。いやでも本当にそれはね、なんか俺もそのね、前の神谷さんの頃から出させていただいて思ってましたけど、まあ、神谷さん神谷さんのやり方でずっと金箔も楽しかったし、で矢野さんになって最初のこうとかやっぱ どうなんのかなってやっぱ思うんじゃないですか。でも本当でもね、周りの人たちが本当になんかすげえ支えてくれてて、はい、で来るたんびにもう、あ、関係性がもうすごい密になっててさ、あ、すげえいい番組だなっていうね、なんかでも遠藤さんの存在が本当に大きくて、俺なんてもう本当なんもなんも、いや、なんか、ね、いろんな方の中のいっぱいいる中のもう一つの駒としかないから、やっぱ優しさの塊のような方で、うん、そんなことないよ、もうなんかやっぱテレビにずっと長年出続ける方ってこういう人なんだなと思うのが、遠藤さんがもう私の中では代表的な存在で。いやいや、そんなことないよ。でも本当にね、幸せでした。いやでもなんか最後になんか呼んでいただいて本当ありがとうね。遠藤さんとまた会えてよかったです。まあでもほらこれから、はい、結局ほらもう本当の縁とタイミングだから、この、うん、世の中って、はい、もうせっかく縁があって知り合ったメンバーなんだから、そのメンバーを大事にしていきましょうよみたいなのをね、はい、もう常々ね、うん、言ってたと思うんで、はい、もうそれはもうその気持ちは変わらないんでね、はい、これで縁が切れるわけじゃないから、はい、うん、じゃあずっと連絡したりしてもいいですか。あ、まあでも、まあ、時と場合によるけど。そういうこと言うじゃないですか。いい
いに決まってんじゃない。返してくださいよ。当たりも俺いつも返してんじゃない。もう返してくれます。俺一回変な LINE 送ったことあるでしょ。奥さんと間違えてハートマーク送って言って。まあ、あれだけは俺もうね、うわすげえことしたわと思ったんだ。いや私あれはね、俺もう後にも先にもそんなミスをほんとしたことがなくて、それが矢野さんだったから、なんか俺ね矢野さんなんかほんとなんかこうやっぱ縁があるというかね。怖かったですもん。私遠藤さんとなんかあったっけ。いや確かにあれはもう本当にもう本当すぐ消去してね、あれはね。そうすぐ消去した。あれはもうすぐ消去してもらえて、本当にヤバめの LINE 送ったことある、ね、やばめの LINE。 あれはもう正直俺もあれと思ってもう一回見返したら、うわ矢野さんに送ってる。ラブラブですよ、ね、やっべーと思ったのね。もうまあまあ本当 そういう縁だから。だって変な話すみません、これ最後にしますけど、正月生で初めて喋る家以外の人だったからね、2年間。本当ですね。俺からしてもよくよく考えたら2019年2020年って家族以外で初めて、その年初めて会話した人だからね、はい、すごいよねこれも。やっぱ縁だよね。遠藤さんがそういう風にやってくださったことがもうスタッフも私も嬉しくて。いやいやいや、そんなの全然。なんか特別に金箔のことを思ってくださってるのかなと。いや本当に、あの私がいなくなってももう遠藤さんは金箔を、もう私が入った時からそうですけど、私よりも金箔のことを知ってる方だったので、ね、これからも引っ張ってってください。そうだね、はい、ちょっと本当になんかもうナビゲーターみたいなこともしていただいたら。そうだよね、なんか俺も本当 3代目になるかもしれないし、もしかしたらそういうこともしたら、ね、はい、街行った時のさ声のかけられ方とかって本当に岡山の皆さん、香川の皆さん本当に矢野さんのこと好きなんだなって俺マジで伝わってたから。それはマジで伝わってた。あ、このアナウンサーすごいなと思って、うん、よっぽどみんなから愛されてんやろなと思ったからね。私もみんなのこと大好きでした。うん、まあでも本当ね、はい、もうなんか頑張って、はい、まあ、最初はもう、ま、本当なくしたからだけど本当頑張って力士じゃねえよ。アナウンサーとして頑張っていきますから。あ、そうなんですか、はい、いや三役目指して頑張ってもらいたいな。土俵入りしませんから。しないですね。はい、そうかそうか、まあ、しないですね。しませんから。じゃあ本当これからも遠藤さんこちらこそよろしくお願いしま す。本当にお世話になりました。本当ありがとうございました。もう本当に皆さんありがとうございました。お疲れ様でした。